まあ、最後に一つだけ、もう一個、反対意見に対してどういう意見を伝えるかという、どのように意見を伝えるかというので、最後にもう一つ。ですね、これは、対立する必要がない、もう一つの、これまでとは少し違う方法ですけども、ですね、相手が A であるという主張をした。で、それに対して自分は A ではないという主張をする。で、その A である、 A でないというこの主張をするときに、そこの話し合いをもう少し拡張する。この意見の対立をもう少し拡張して、我々コーチング認知科学の世界でいう LUB、 リーストアッパーバウンド、日本語で言うと上階、最小上階という、用語はあるものの、日本語だろうが英語だろうが、多分一般の人は馴染みがないと思うので、だから我々はもう、常普段 LUB という、もうあえて日本語にしても専門性、一般の人に伝わらないので、もうあえてそのまま専門用語で言いますけども、LUB というものがあって、我々その哲学や心理学の中では、2つの主張あるいは概念があった時に、その上位概念1個だけでいいので、1個上の上位概念、上位概念はいくらでも上にありますけども、ちょっと上の上位概念からその全体を包み込む、包摂する、そういったものとして LUB というものを利用するんですけども、相手が A であると言ったり A でないと言った時に、それの上位概念に持っていくと、 A であろうが A でなかろうが構わないということになります。例えば何でしょう、何でもいいんだけど、なんか暗闇の中で何か動くものがいたと。あれは狐かな、タヌキかな、犬かな、猫かな、あれ犬じゃない、あれはきっと犬だ、犬じゃないって言って、犬だ犬じゃないっていう話をしていると、そこでぶつかるわけですけども、そこで何か動物がいるっていうことにすれば、もう意見はぶつからないわけですよ。なんかいるね、動いてるもんっていう。だから、犬なのか猫なのか狐なのかイタチなのかタヌキなのか何なのかっていう、そういうことを言い出すと意見が対立するんだけど、動物がいるっていうことで、どの動物かを限定しない、一つ上の上位概念に持っていくことによって意見の対立を避けるという。そういった方法もあります。で、いや、動物じゃないかもしれないよって言った、もしそこで対立が生まれた場合、じゃあ、なんか動いたねとか、なんか音がしたね、さらに上の概念に持っていく。動いたね。あれは何だろう、動物がいるのかな、風が吹いたのかな、何なんだろうということで、共通見解が得られるところまで、抽象度を上げていく。その上位概念、より曖昧なところに持っていく。で、そうすると、どこまで共通見解が得られていて、そのどこから先が意見が分かれているのかということは明確になるので、だから、じゃあそこについてちょっと話そうかと。動いたのが風なのか、何か動物がいたのか、何だったのかという。
で、まあもし危険な動物だったら逃げようかだし、まあ大きな動物ではなさそうだからちょっと覗きに行こうかとか、あるいはまあライトを向けると相手が不安があるかもしれないから、まあ、静かにここを立ち去ろうかとか、まあ、なんかいろいろその話し合いはできると思う。で、まあ、動物じゃないかもしれない、なんか風で動いただけかもしれない、だったらやっぱり重要性は低いから、じゃあそこを立ち去ろうかということで、まあ、話が先に進むわけですよ。で、動物なのかどうかを確認したい、じゃあそのためにはって言って、またあの一度抽象度を上げることによって、そのどこから先、どの抽象度で認識の食い違いが生まれているのかということが分かってくるので、そうすると次の対応というものも選びやすくなる、何をするべきか分かるようになるということで、まあ、これはすごく汎用性の高い、方法なので、まあ、何か意見の対立が起きた時に一度抽象度を上げて、で相手の主張が正しいかもしれない、間違っているかもしれない、でもそのどちらだとしてもというところに一度視点を持っていく、まあ、そういったことをしてもらうと、共通の認識を持った状態で話し合うことができるので、まあ、そういったことも使ってもらうと、ギスギスした対立的な何ていうの、言葉のぶつかり合いというものがなくなっていくので、まあ、せっかく、まあ、この動画を見ている方というのはコーチングだったり認知科学だったり、まあ、そういったことに興味のある方たちでしょうから、まあ、そういったところも利用していただいて、周囲の方たちと仲良く建設的な話し合いができるような、そういう人が増えたら、私としても嬉しいし、皆さんにとっても有意義なものだと思います。この動画が皆さんのお役に立つことを願っています。